ガキたちがこの星を脱出するために、俺たちがそれを見逃すと思うか。時間稼ぎだと、そんな必要はない。貴様は死ぬ。それからここで一回だ。そこなどだ。黙らせてやるぞ。この星もろとも引っ張ってやる。海王様がドラゴンボールでみんなを。よし、お前のことはよく知らねえが、ずいぶん助けてもらったな。ただ最後の決着は俺につけさせて。宇宙少しはマシ。クーラ、仕留め損ねたか。追ってください。やった、あのフリーザー相手に戦って無事に帰ってこれただけでもすごいことじゃぞ。お疲れ様。しかしクーラが出てきた時はびっくりしたぞ。ええ、トアとミラのやつ、あんな大物まで仲間に引き入れていたなんてね。俺たちを引きつけている間に独自に動ける連中をスカウトしてきたんでしょうね。お前もご苦労だったな。あれ、あの子は？ミラを追ってもらいました。あいつらが未来から現れた俺たちの敵、ミラとトアです。あいつの力は底知れません。まだあなたではかなわないでしょう。いずれ戦うことになると思いますが、くれぐれも注意してください。ま、今回はゆっくり休むといい。次の任務の時まではな。
こそ。やあ、すごいじゃない、あんたなかなかやるわね。どうしたの？いらっしゃいませ。どうしたの？いや！あ！
スーパーサイヤ人になるとちょっと凶暴性が増すんだ。貴様も一瞬で倒してやるぜ。ここまで戦えるか。すごいじゃない。あんたなかなかやるわね。どうしたの？
教えてけよ。今回は半端じゃねえぞ。ベジータとオラがおめえと全力で付き合う。その戦いの中で限界を超えるヒントをつかむんだ。行こう。サイヤ人の壁を越えるんだ。このままじゃ死んじまうぞ。もう諦めたのか。受け身もう俺が押されているんだ。やったじゃねえか。それがおめえに眠っていた力だ。こいつ本当にやりやがる。どうした、おめえの力こんなもんか。当たる、少しいぞ。強くなりてんじゃねえのか。お前は強くなりたいんじゃないのか。この俺が、困ったみてえだな。この力だ。さすがだぞ。おめえがそこまで強くなったんだ。オラもこの姿で相手しねえとな。さあ、勝負だ。いきなりのスーパーサイヤ人3だけど、全力でオラにぶつかってくるんだ。
もうやっぱすぎるな。やったな。スーパーサイヤ人の壁を超えたじゃねえか。この俺が協力をしたんだ。そうでなくては困る。せっかく手に入れた力だ。いいことに使ってくれよな。呆れた。どこまで強くなれば気が済むのよ。今までとは桁外れの強さを手に入れた。覚悟しろ。なかなかやるじゃないか。面白くなってきたぞ。バカめ。思いのほか楽しませてくれるじゃないか。やった。すごいじゃない、あんたなかなかやるわね。
おほん、楽しい特別授業の始まりじゃ。くれぐれもしっかり参加するんじゃぞ。